どうもこんにちは、マミヨシです。Amazon プライム感謝祭1日目、購入品の方を紹介していきます。今回段ボールが 1,2,3,4,5,6 6個届いたのでね、こちら全部開けていきましょう。まず1つ、まず一つ目がこちら、ティファールのケトルですね。引っ越した時にね、このティファールも処分しちゃったんで新しいやつを買いました。やっぱね、ケトルは安定のティファール 0.8 リットルのやつを買いました。なんでこれ買ったかっていうと、まずね、小さいのが欲しかったっていうので0.8リットルにしたのと、あとね、この蓋が外れないタイプ、前回のモデルね、これ蓋が外れるタイプでめちゃめちゃね、お湯注ぐのめんどくさかったんで、ケトル買う人はね、この蓋が取れないねタイプ絶対買った方がいいと思います。まあ、お湯沸く速度もね、これ53秒で沸くらしいのでめっちゃ早いです。まず一つ目がこちら、ティファール。あー、これも地味に楽しみにしてたやつ。二つ目がこちら、レイチェルかな、下から出るマグネットディスペンサー、まあ、シャンプーディスペンサーですね、これ。あれ、なんかね、これ 500ml って書いてあって、結構大容量だと思って買ったんですけども、今使ってるやつとあんまり変わんないような気もするな。まあ、ちょっとね、これ後で設置していきます。まあ、これね、風呂のねところにペタッと貼り付けて、ここを押すことによって下からねシャンプーが出てくるっていう仕組みになってます。これと似たやつ使ってるんですけど、めっちゃ便利。続いて3箱目、あー、はいはいはい、こちらは加湿空気清浄機の交換用フィルターですね。この夏めちゃめちゃ暑くて、除湿ずっとしてたんですけども、フィルターねカビ生えてたんで新しいの買いました。これフィルターね3個セットで買ったんですけども、1個だけ別で来ました。残りは明日届くはず。空気清浄機とかね使ってる人はフィルターの方ねぜひチェックしてみてください。多分カビ生えてる。よし、そうしたら小箱からいきましょう。小箱一つ目が安定のアマゾンスタイル、このでかい箱にこれ1個だけ入ってる。で、梱包は割と雑、最近アマゾンの梱包ちょっと微妙かも。続いてこちらですね、これ結構マイナーな商品で、うわ、すごいごついな。こちらがですね、マグネットのカバン掛けになってます。これを玄関のドアにマグネットで貼り付けることによって、ここにねバッグをかけられるっていう、そういった製品です。磁力めっちゃ強そう。ちょっと後で試します。これが2個入りですね。ちょっとロボット掃除機でね掃除するときにバッグとか床に置いてると邪魔なんで、さっきの買いました。確かね結構した、3000円ぐらいした気がする。続いてはこちら、フィリップスのソニケアコードレスパワーフロッサー、ドルツみたいなやつですね。歯の隙間にあるカスとかを高圧洗浄みたいなやつで吹っ飛ばすやつ。これね今回安くなってて1万円、9980円で購入できました。これ白と黒があったんですけども、白はねもうさっき確認したら在庫切れになってました。これねめちゃめちゃお買い得。まだ黒もあると思うので、興味がある人は買ってみてください。最近ね歯医者行ったんですけども、歯のクリーニングしただけでニキビできる頻度とかも減ったんで、ニキビでねずっと悩んでて全然治んないって人は歯医者行った方がいいと思う。で、中身がですね、おー、昔ねこういうやつ中華製のやつ買ったんですけども、中華製のでもね結構良かったんですよね。本体こんな感じで、先っちょが2種類って感じですね。おお、これ充電は、あー、なるほど、専用端子だな。航空洗浄機に関しては生放送で感想を聞いてください。続いて最後、これもうね中身なんだか分かったわ。これはですね2個入ってるかな、多分。じゃじゃん、中身がまず1つ目、ネイズホエープロテインチョコ味、そしてネイズホエープロテインのカフェオレ味です。カフェオレ味ね、もう在庫切れになってますという感じですね。今回買ったやつ、早速ねこちらのレイズ飲んでいきますか。あ、今までここの印刷ミスでシール貼ってあったんですけども、印刷変わってるね、最新版だ。チョコはシール貼ってあるわ。これ一番新しいんじゃない。期限も2025年、こっちが8月でこっちが9月です。9月分から多分印刷変わってる。プロテインに関してはめちゃめちゃいい飲み方があるんで、それも紹介します。まずはイロハスを用意。ここのね愛の部分までまず飲みます。で、割と量があるんで、ここの愛の部分までの水でこういうねビタミンとかそういったものを飲んでます。僕は最近飲んでるのは朝に6錠ビオ3と、この V エナジー1日4錠ですね。愛の部分まで飲んだら、こちら、これも概要欄貼っとくんですけども、錠後ロートですね、これを刺します。いろいろね試したんですけど、これが最強でした。刺したら続いて登場するのがこれ 90ml の計量カップ、概要欄に貼っておきます。で、これを水 200ml につきスプーン3杯分、約 30g なんですけども、まあこれ大体400ぐらい、もうちょい少ないかな、まあでも濃いめがいいんで400だとして 60g のプロテインを入れていきます。で、これ1杯ね 90ml なんと 30g ぴったりなんですよね。なのでこれ1杯で付属のスプーン3杯分なので、これ2杯分入れていきます。付属のスプーン中入ってるんですけど、僕は使ってない、こっちの方が楽。こんな感じで入れていく。こうやってね横に振りながら、まあ2杯ないぐらいでいいかな、水ちょっと少ないんで。はい、そしたらこれ取ります。で、こういうフックとかにかけておくとめっちゃ楽。よし、そしたらペットボトルのキャップを閉めてシャッフ。
よし、OK。そしたらちょっとこんな感じで回転させて泡を消してめっちゃ溶けてます。じゃあいただきます。わあ、めっちゃ濃厚。美味しい。まあでもやっぱミルクティーが好きかな。今回買ったカフェオレ、ヨーグルト味、これ美味しかったので今2個ストックあって、ミルクティーも2個あって、ストロベリーでしょ、で右上が今回買ったチョコで、オレンジとグレープは前に買ったやつっていう、全味コンプリートしてます。この中でもやっぱ一番美味しいのはミルクティー、ヨーグルト、チョコ、カフェオレかな。そんな感じですね。筋トレも頑張ってます。まあ、これはね、半日ぐらいかけてチビチビ飲んでますね。これだけでタンパク質が 44g ぐらい取れるのでおすすめです。続いては玄関来ました。玄関で使いたいのがこれ、この超強力マグネットバッグかけるやつ。じゃあ行きます。おお、強っ。これはね、余裕だと思う。これ何も入ってないバッグなんですけども、あーいけるじゃん。で結構、あどうだろうな、でもこうやって押すと落ちるから、まあ、荷物の重さによるかもな。まあでもマグネットはなかなか強力、引っ張る方向では全然抜けないですね。でなんか付属のシールみたいなの入ってたから、これを壁に貼ってこう滑らないようにするっていう感じかな。まあ、これもねちょっと試してみます。また生放送で感想を聞いてください。続いてこのシャンプーディスペンサーいきます。はい、風呂来ました。これが今まで使ってたユミマイルっていう、まあ、シャンプーディスペンサー。あ、こうやって見ると容量少ないね。これにミノを入れてます。まあ、ここまで入るとして倍ぐらい、倍はないか、 1.5 倍ぐらいあるからいけそうだな。この今までね、このミノが半分ぐらいしか入んなかったんですけども、これがどのくらい入るかちょっとやっていきましょう。はい、中身洗ったんで貼り付けて、1個空いてるんですけど検証用にこれを注いでいきます。今開けました。いきます。さあどこまで入る。これ全部入ったらもう買った意味あったな。さあここにメモリがあります。入りそう。うわ、これ買ってよかった。おお、全部入った。しかもまだ余裕ある。余裕あるから前開けたやつ残りも入れてこう。いけるかな。入れ入れ。あ、ギリ無理か。やっぱり超ギリギリ。こういうシャンプー1個半くらい入るな。これはいい。で蓋はもうこれパコッとはめるだけ。気になる使い心地。あ、磁力ね。あ、磁力はこっちのユミマイルの方が強いかも。でコンパクトなのもユミマイルだな。でシャンプーの出方ね、こんな感じと、うわっ、こっち押し心地軽いな。うん、出る量とかもこっちの方が押し心地軽いからいいかも。ぜひこれもね買ってみるといいと思います。